Lab session. はい、さて皆さん。こちらのあスクラッチのライブのセッションにあとお越しくださいました。エリック・ロゼン・ボンといいます。こちらのあスクラッチのあプ,プロダクトマネジメントマネージャーをやっています。同僚の耳も一緒にいます。 はい、皆さん、こんにちは。ミミと申します。スクラッチ財団のあデザイナーです。他にもこちらの方で後え皆さんの対応しているスタッフもいます。皆さんの方ももし自己紹介していただければ、あの、どうぞ。さて、皆さん、おはようございます。エリアンと申します。私はあと、デザイン ファンデーションで、あと、先生方や、あと、生徒向けに、このデザインの、あと、教授をやってます。では、エデン、どうぞと。はい、私はここ、マサシュージッツで、あと、授業を勉強教えていますが、スクラッチもやってます。あとは、ヒヨコ。はい、皆さん、ヒヨコです。私はサンフランシスコで、あと、勤めています。次は、ロビーです。 はい、エアロビーと申します。キロバイトで勤めていて、ボストンでと、えー、仕事をしています。本日は皆さんとご一緒できてやと嬉しいです。はい、皆さんとご一緒できてやと大変あと嬉しく思います。こちらでやとライブで見ていただいたり、チャットに参加していただいた皆さんにもご挨拶を申し上げたいと思います。 ではまずあとチャットでの質問ですが、どんなと生き物にももしあとなれるとしたらあなたは何になりますかと。これは東京のあと、え遊びであと使うヒントとしてやりたいと思います。皆さんがどんな生き物になりたいかということをこちらのチャットの方にあと書いてください。スクラッチラブをあとこれをより返します。スクラッチラブとは、 スクラッチの新しい試験的な機能を取り入れるための、あと実験をやっている機能です。こういうものはあらかじめ皆さんに共有させてもらって、あとフィードバックをいただくということをやっています。もちろん、あと試験的なものなので、あとまだあと皆さんにお出しできるような状態のものではなっていないものもありますが、こちらの方であと若干あと紹介しています。 耳から私どもは本日のアジェンダーについて説明をしますが、内からはあと今やろうとしている新しいものをいくつかと紹介やとしていきます。まだあとこちらの方では共有されていないようなとものも入っていますが、これに加えてもう一つのと物理機能のあと拡張機能。 物理エンジンの拡張機能はあと若干紹介します。参加者の皆さんにも手伝ってもらいたいというふうに思います。ではまず皆さんにえいろいろあとお話をしていただければと思います。ではと画面を共有します。1> 1 さて、こちらで、こちらがそのスクラッチラブの後、ホームページになります。カンファランスの後、セッションページのところにあとリンクを後、上げていますが、 いずれもあとスクラッチラブのあとサイトで載っているようなものになります。この本日はこちらの2つのあと機能をあとえ紹介しますが、こちらのとアニメーションテキストももしよろしければ見てください。結構面白いと思います。でこちらの方でこういうあと動画もありますので、あと後ほど見ていただければと思います。 カーソルも載せばいろいろ見られるようなものもありますし、あと初心者向けのあと機能もありますが、まずこちらの方からちょっと紹介していきましょう。はい、出てきました。こちらのあと画面認識です。あと皆さんのカメラを画面に出,してくれ出せば、こういうあとアクターがあと皆さんのあと顔とあと,あと 反応を起こします例えばこういうふうになり、鼻にクリックすると猫があと僕のあと顔を追ってきます。顔をずらしてもあと猫があとジャンプをして僕の方の鼻に追いついてきます。これを何度でもこういうふうにやれます。この機能を使ってあと永遠に続けることもできます。鼻にくっついてこういうふうに離れません。というわけでスクラッチのあと猫ちゃんがずっと僕のあと顔にくっついたままということになります。 これをどんどんいろんな形でと応用できます。例えば、あと、お子様たちが使う、あと動画をあのいろんなアプリに取り入れるということができます。例えばですけど、あとコスチュームの、あとデザイン、ファッションなどなどいろんなことができます。そのために、あと最初に皆さんがこれからなりたい、あとえ動物は何かということは聞いたわけです。では、あとな、鼻に猫をくっつけるのではなく、例えばですが、 別の他のあと、えー、コスチュームをつけてみましょう。例えばですが、皆さんの方で見えてるかどうかわかりませんが、こちらにちっちゃなとこの、えー、ものをちょっと大きめにします。これを大きくして、あと中心にあと必ずつくようにしておきます。で、これが鼻にずっとくっつくようにしました。今これをあと、えー、変換していますが、 あとはこちらの方に、あとヒゲもくっつけるということで、僕もあと猫、えー、人間になろうと。これからちょっとあとはん、えー、毛をつけます。ヒゲをつけます。で、これはあと、複写してあ、貼り付け忘れました。コピーして貼り付けて、 で、こちらであと左右の後ヒゲの完成です。で、これが僕の後画面をずっとついていくと、なかなかいいでしょう。ただし、こちらには問題があと、ちょっと面白い問題があります。画面を回転させると髭がついてきません。ただ、これは直せます。これはコードを使えばなんとかなります。先ほどの。 画面に戻しますとこの後、ループを使えばと回転についてきます顔の角度を変えてもあとひげが一緒にあと連動してきますではもう一つあと僕の後仮想のコスチュームの別の後変装をちょっと入れてみましょうこれからちょっと猫耳を自分につけてみます 少し傾いたお耳をつけて色をつけます。で、同じあと反転とあと副写をつけてこれであと耳があと2本。まだこれは顔にはくっつけてません。くっつけるためにはこちらのコードをあと適用します。同じこう鼻と同じコードです。鼻にくっつけたくはないので 例えばそういう自分のあと手だったり口だったりあるいはこういうふうにあと顔のてっぺんにこういう風につけられますご覧のようにあと同じあと顔の顔が,曲がを傾けても動かついていかないという問題がありますのでこういうふうについていくようにさせます若干そういうふうなあとコスチュームができているような状況になってきましたでさらにもう一つトリックを入れていきましょう画面に顔を近づけたりすると 僕のコスチュームがサイズが変わりません。というわけで、この自分の後を画面に合わせるブロックを適用します。おっと、ちょっと耳が大きくなりすぎました。で、こちらでもう少し縮小して、同じくあと顔のあとサイズにぴったりという風な状況にしました。で、これであと離したり近づけたりすることによって耳が大きくなったり小さくなったりしています。これからはあと鼻 と、ヒにも同じ、えー、このトリックをあと取り入れます。ちょっと大きすぎるので少しあとス、スケールを調整して、これでどうでしょうか。にゃにゃにゃです。ニャーと、ご覧のように、僕のあと猫コスチュームが結構あとまあリアルになって、あと僕と一緒にあと動いてついていくと。 こちらで一旦ポーズをして、あと皆さんの方が何か質問があるかどうか、チャットの方に質問がコメントがあるかどうかちょっと確認しましょう。僕の方からその後、コードとあとスケールの縮小をあとどこかで書けるかどうかということをあと知りちょっと聞いてみたいと思います。 はい、こちらの方であとサイズ変更のブロックがここにあります。ここで大きさを自由に変えられます。というわけで必ずあと100%にあとが初期設定ですが、これがあと変更するようにさせるとあと大きくなったり小さくなったりします。手動であと変えるのではなく、 こちらの方のコスチュームでは、例えばあと50%あと弦ということもできます。実は結構これ気に入ってます。このあと火がちょっと小さくなったかなと。でもこういうふうなブロックであといろいろ調節できます。色も変えることができます。ほら、色が変わってます。点滅してます。いいですよね。他にどうなったかご質問は、うん さて、では次にあのパネリストの皆さんの方から何かのやってもらってあと皆さんにあと共有してもらいたいと思います数分間皆さんにあと時間をあと差し上げますのでお願いしますその間にこちらのフェイスセンシング つまり顔認識の後、機能いくつか紹介してます。こういうふうな動画だと、あと画面をあと揺らしたり、傾けたりします。そういうことをやっているとき、あと皆さんも、あと試しあの今作って、皆さんが作っているところを試しているものだということで、あと差し、差してください。<laughs> 今、後とコーリーン。 さんがちょっと、え、なんか、結構面白いプロジェクトをやっているところを今目撃してしまいました。大変結構です。結構、あと、時間通りに進行していますが。さて、その間に、あと、初心者の向けの後、いくつかのプロジェクトの後、事例を紹介したいと思います。 ちょっとお待ちください。これより画面共有をさせてもらいます。エリックあの、チャットから質問が入ってます。Um, この後、拡張機能あと他のあの、他の拡張機能の実装はの予定はあるかという質問ですが、えー、結構いい質問いただきました。 以前、あとスクラッチの第2バージョン、今は3じゃなくて第2バージョンでは、スクラッチ X というものがありました。そちらの方では、いろいろあと拡張機能が使いやすいというふうなものでした。こちらのスクラッチ3、3では、あとそういうものはなくなっていますが、えー、なくなっています。スクラッチ3は、あと実は、 オープンソースコードなので、っと消してあ、なのでできることはできます。やりやすいというわけではありませんが、まあ、将来的に思った後、使いやすいものは取り入れたいというふうに思ってはいます。では、ちょっとこちらの後、フェイスセンシング、つまりあと顔認識の後、ページで、いくつかのこういうと初心者向けの後、えー あらかじめ作ってあったあとプロジェクトを紹介します。いろんなこういうハットやあとメガネがいられます。どんどん変えられます。結構ナイスですが。で、あとコードはまた同じです。で、次のあとコスチュームに変えれば頭につくものがどんどん他のものが出てきます。 で、こういうふうなとフェイスセンシングを使った後とゲームもまたとできます。例えば、こういうふうに鳥がこちらの入ってくるあとイチゴを食べようとしていますのでそういうイチゴがあと、えー、ぶつからないようにあと避けていくとそういうゲームも使えます。顔のあと、えー、ボディの動きと連動したあとこういうゲームも作れます。 もう一つはこちらのあとサウンドボードです。こちらは何かのそういうあと表現の、えー、通信にのあと何らかの妨げがある方向けのものですが、こちらの画面、あの例えばあと顔があとハローに着いたらあと返事あと声が出せるとか、イエスのどちらかにあと、えー、自分の顔が近づければその音が鳴ると。 あるいはこういうふうなと楽器に顔をつければ届ける。あるいはこのようなあと、えー、とサウンドエフェクトが出せる。などなどのあとこういうふうなと、えー、表現に使うということができます。それぞれのアクターはあと、えー、触る部分によってと機能が違ってきます。こちらの方もあとあ出してますが、いくつかこういうふうな SNS であと フェイスセンシングを使った後事例をあと紹介します。こちらはその後スタンプのあとスプライトをあと使っているものです。顔であとかけます。こちらはその後マスクを作りました。やはりこれはと今の後状況に見合ったものでしょう。でこちらの事例では この技術を使っていろんなそういう感情表現を出せるようにしています。一番最後の YouTube というのはどのような感情なのかちょっとわかりませんが、結構面白い例がありました。というわけでして、これからはお願いしたいことを。 こちらの方にあと参加しているパネリストの皆さんのどなたか、何か、その間に作ってもらったものをあと出,さ出してもらいたいと思います。はい。はい、じゃあ、ホビーさん、えー、ちなみに、えー、ヒントですが、いくつかの Windows のコンピューターでは、Zoom のカメラと、えー、顔認識が同時に使えないと。そのために、一旦こういう、えー、カメラを切らなければならないということになっています。 これでフェイスセンシング、顔認識があと使えればいいと思います。はい、えー、出しました。皆さん見えてますかはい、これが僕のコードで、あと右がその画面です。非常に簡単なものですが、えー、エリックがやったもののほぼ一緒で、あと、要はこういう、えー、コスチュームです。この後、ドラゴンが、あと、頭の上で、あと、 プルプルしていくと。こちらの後ドラゴンは後、あらかじめ出来上がっている後、コスチュームもそのまま使いました。で、僕の顔は、こういう風についてくると。時間がもっとあれば、例えばこちらの方の後火がチリチリと出るようにしたいと思います。すごくいいですね。あの結構シンプルながらも、結構効果のあるこのような後ドラゴンの出来上がりですね。 今のあと、ホビーのあと、えー、プロジェクトについて提案ははい、サウンドですね。音響がついたらさらに面白いんじゃないんでしょうか。いいなと、今すぐ入れてみようと。<laughs> あと、僕としてもよくあと使,う使,う使うのが好きなのが、こういうあとセンシングブロックをあと入れることです。 例えばあとを、あと、顔を横にずらすと、ここで火を吹くみたいなこともあと可能です。壁をあと片方に向ければ、あと、まあ、ドラゴンもあと、横を向くというふうなこともあります。ただし、まこういう場合は正面から始めますが、こういうふうに、あと、左右を向いたり、うつむいたりすれば、それに、あと、応じて違ったと反応をしてくれるということもあります。 ちなみに今の内容はあと非常に訳しにくいと思いますけど、それでも頑張って訳している通訳の皆さんにあと感謝をしたいと思います。こちらの方では例えば、火を吹いたりとか、あるいはと背景が出てくると、あるいはとドラゴンの方じゃなくて口の方から火を吐いたらどうだろうかなどのいろんな声う,うチャットからの提案が入っています。 もう一つ面白いのがこちらのあと天井のあと扇風機をあと使ってみたらどうだろうというものがあります。こういうものもあとスクラッチでもあと、えー、あれば面白いかなと思います。えー、ちなみにスクラッチのあと拡張機能の一つの、ね、あとビデオセンシング。 動画認識というのが、あとは画面認識というのがあります。そちらの方では、あとは画面の動きをあと検出できる機能かもしれません。そういう、あと複数の拡張機能を、あとまあ融合できるようなものがあ,とあればいいなというふうには思っております。はい、で,では、はい。はい、では続けていきたいと思います。 私の画面の共有ができていないんですけれども、ちょっと技術的に問題があるので、はいじゃあ私から画面共有を行います。 あまりうまく機能していないんですけれども、私はペンギンに変装したかったです。なので、あの私の口にそのペンギンのつばさきを入れました。私が何を,入れた何をしたのかよく分からないんですけれども、ちょっとバグですねあの。もう一つのループがあります。 あのこのくちばしのああポイントなんですけれどもこちらがうまくあのフォローしてないんですねだけど話しているところを見せたかったのでそのくちばしが開いたり閉じたりする、えー、ファンクションがいいかなと思いましたもう一つのループを含めてもいいのかなと思います。 あのパラレルにその並行してあの動くものでしたと思います。そうですね。私の場合は、すごく。 あの前回のカンファレンスに,ついにすごくインスパイアされたということですので私はこれはすごく好きだったです。そのほっぺたが赤くなることはすごくあのリアルですのであの本当にいいかなと思いました。恥ずかしがり屋のペンギンですね。Oh, 感情を表現するためにあのこちらのあーモーションセンシングを使うのはとてもいいと思いますすごく現実的です本当にその2つのアイディアを合併したということが本当に良かったと思いますどうですかエリンさんできますか 技術的な問題があったんですけれども、やはり Chrome であのシェアすることができていないということです。何かのセキュリティのパラメーターなのではないかと思います。MacBook の問題だと思います。どうですかじゃあ口頭で説明してください。そうですね。メイキングフェイスのセッションを、えー、行ったので。 あの植物を使いましていろいろ変装するということでした。それをあの使い透明感を作りましてあのその顔,を顔の上にいろんな植物を位置したということですね。機、え、能、ー、しましたら皆様に見せます。できましたら皆様に見せます。 あのスクリームショットを共有している皆様がいるんですけれども、すごく面白いですね。猫ちゃんもいますしいろいろありますね。はい、では次の,セッション次の内容に進む前にあと2分ありますので、どうですか共有していただく誰かいますかはい共有します私はいろいろとトライしていました。 あのこれをあの真似しましたエリックさんのめ真似をしましたそして私が考えたのはこちらの耳もありますしそのピカピカあの光っているあの耳なんですけれども私が住んでいるところはすごく寒いので太陽が私をフォローするというアイディアを考えました。うん で多分こういう形ですね。皆様には見えないかもしれないんですけれども、いろいろトライしていきました。さまざまなコスチュームをトライしました。いいですね。気に入りました。え皆様、すごく素早くいろいろとトライしていただき、本当に嬉しいです。素晴らしいです。そして、もう一つの例を。 見せたいいと思いますセンシングの部分ではその数字を入れているんですけれども例えばマイクこの形で私が話すとそうあのお話をすると あの物事が私の,あの口から出てくるんですよね私と話しているところ内容とは全く関係ないんですけれども高い声を出すとあのそのアイコンも大きくなります。こちらはアクターをベースにその内容その物事が私の口から出ているというコーディングです。 そしてそのボリュームが変わることによりそのアイコンのサイズも大きくなったら小さくなりますさて今からですね少々お待ちくださいあいくつかの質問がありますがあのセキュリティに関する内容なんですけれども LGDP p に関する、えー、内容なんですけれども、そうですね、私たちのフェイスセンシングのページの中で、そういう l g b t に関する情報はあるんですけれども、フェイスセンシングの技術は自分のパソコンの中だけに機能します。なので、皆様の顔のイメージはどこにも送信されませんし、どこにも保存されないんですよね。 なので、多くの懸念には解決されます。もちろん私たちには、いろいろときちんとその基準に仕方がっていますし、私たちも、あの、データに関す、データ保護法ですね、に関していろいろ対応していますが、自分たちのイメージ画像はパソコンだけで使われます。いろいろ確かに対応しなければいけないということですので、 私たちは私たちが使っている技術を信じています、えー。さまざまな地域の保護法に従っております。データ保護法ですね。しかし、こちらの技術の透明性がとても重要ですので、できるだけ安全なものを作ることに私たちは毎日取り組んでおります。しかし、ブログでもアップ この LGPD に関する内容もアップしていますので皆様ぜひ探してみてください。ではロビーさんどうですかロビーさんの第2のバージョンですね。あの皆様からいただいたいくつかのサジェッションですね。 この私から逃げていく人ですね、そしてそのドラゴンの顔も動いていくということで、こちらの下に動いているアイコンをフォローしているということですので、面白いですね。 そうですね。チャットに他に何か質問があるとか確認します。いろんなアイディアも出てきますね。出てきていますね。そして質問に関してなんですけれども、例えば QR コードのサポートはありますかということで、今のところはまだないんです。もう一人が。 あのまだダウンロードをしているということでエクステンションのことなんですけれどもあのブラウザに何かのフィ致チが出ているのではないかと思いますそしてスクラッチあにはこのフェ,フェイスセンシングはまだ公開していないんですよねスクララッチラボ、あの研究… という形であの今は使うことができるんですよね。なのでまだあの改善予求はいろいろありますので一般,的に一般の方にはまだ公開していませんあの。チャットではいろんなアイディアがありまして、提案もありますので後ほどあの読ませていただきます。はい。I think we're we okay on that one for now. はい、では続けていきましょう。皆様、いろいろありがとうございました。では、次のエクステンションへ進みたいと思います。私の画面を共有いたします。<noise> これはプロトタイプです。まだ実験です。<noise> あの皆様に見せるためのアンテ 性はあるんですけれども、あの物理学に関するそのフィジックに関する内容はまだ安定していません。えー、なので皆様に見せますけれどもまだ不安定ですのでご了承ください。まだ 安定していません。私たちの基準にはまだ達成してい,ないあのなので、トライバージョンです。ね。皆様にあのネタバレです。ね。どのようなことがこれから出てくるのかということを見せたいと思います。こちらの緑色は物理学に関係する内容となります。ます。 えー、音声の質が落ちてしまったので、通訳できません。例えばなんですけれども、えー、こちらの猫ちゃんが落ちていく とということですよね例えば重力がなくなったという1つの例ですね。ね、えー、なのでこちらのブロックはあの物理学そのフィジックスをオンにするということですね。ねなのでこのアクターに何かの物理学的な内容を追加するという形になります。So そしてこちらの、えー、ブロックを入れますとどうなりますか皆さんは見てきてください、えー。こちらにクリックすると猫ちゃんが、えー、押,せお押されたということですね。下から上におおプッシュされたということですね。<Yeah. S 1> あのマリオのようですねあのビデオあの。ゲームのようですね。 そうですね、ではでは、あのこちらの,あの動きのツールなんですが、この物理学的な内容を追加しますと、えー、ぶつかったり、動いたり。 えー、ということなので、えー、このアクターはいろんな方向に動いていくということですね。そして他のアクターを追加してもいいと思います。あ物理学に関係するものを入れてみましょう。そうですね、その音質、えー、通訳ができない状況になっております。 はいでは続けましょうこちらの2つのイメージの物理学的な内容をリンクしていきましょう例えばあのこのリンゴが猫、えー、ちゃんの頭にぶつかって転がるっていうポイントですね <laughs> 例えばぶつかるだけというオプションもあります 例えばこちらのあのリンゴがぶつかるそして混沌的な状況になるためにもいろいろできます <is> ケオスになるためにも何かできると思いますごめんなさい こちらの緑のフラグを使うとその物理学的な内容が含まれています。なので、あのフィギュアがある、アクターがいるということが明確になっていろいろと、uh、機能し始めます。Uh, 面白いですね。興味深いですね。同じ位置に回るだとか、ロテーションをするだとか、いくつかの動きのオプションができるんですよね。このエクステンションをオンにすると、あの物理学的なものをあ理解するんですよね。 例えばなんですけれども2つのものは同じスペースを使うことができないという物理学的な内容なんですけれどもこのようにそのリンゴの数が多くなっていくたびにこの山のように出てくるんですよねこのリンゴが出てきまして まあまあ、その物理学的な内容になります。2つのものが同じスペースをに位置することができないということですね。そしてこのリンゴのことなんですけれども、もう少しトライしてみましょう。Like えー、音声が。 結構低いので、え、通訳ができません。えー、リンクを使えるのでしょうか。 そうですねあの。まだ公開できない状況なのであの、今日皆様にこのテストだけを見せています。はい、すごくあのリンゴの数が多いですね。私の目的はそのリンゴが動くことです。例えば、 えー、こちらにあのボタンをあの押しますとそのリンゴが動き始める動き始まるんですよねクリックしますとリンゴがジャンプするっていう形になりますあのポップコーンみたいですね、えー、すごくジャンプしていくリンゴを見るのも面白いですね どうですか皆様、パネルの皆様、何か質問ありますか何かシェアしたいと思いますかそう、素晴らしいツールですねあの。ゲームを作るためにはすごく役に立つと思います。

こういう形にしますと、猫ちゃんがプラットフォームに上がるだとか、あのできるだけあの多くの回数で,であのその、こちらのプラットフォームに上がるということですね。 なのでこのプラットフォームは固定していましてあのできるだけこの猫ちゃんが動く,た動くことにするということになりますしあの矢印を使ってもいいと思います矢印のブロックを作る使うことも可能だと思いますそのプラットフォームの位置なんですけれども <laughs>、えー、そのいろんな、えー 位置で調整することはできるんですけれどもまだベタのバージョンですのでいろんな管理がうまく安定していないということですねそしていろんな部分はちょっと難しくなっていると思いますそしていくつかのコンセプトはまだ安定していないあの私たちはよりシンプルにしたい とということなんですよねなので、どのようにそのバランスを整えるのか、すごく興味深いんですけれども、安定したもの、そんなに難し,い難しくなってしまうと、皆様、使わなくなるんですよね。なのですでにあるブロックであのいろいろトライしています。例えばなんですけれども、今から一部を共有したいと思います。私が今、遊んでいる部分ですよね。新しい 機能性で遊んでいるんですけれどもあの、多くの方々に公開する前には、いろいろと私たちも遊んでいます、いろいろトライします。そして、良いレベルに達成しましたら、子供たちにも公開する。これはまだ子供たち向けではないですね。まだ複雑です。So はいえー、こちらの方でのプロジェクトを紹介しますが、この後、えー、傾くスプライトから、あとビ、えー、B、玉が落ちていくと。これをクリックすると、実は固まってしまうので、えー、こういうふうに固定をしてくれば、あとこのように、あとー玉が転がっていく、こういう後、えー、台ができます。 例えばですね、こちらであの星までにあとボールが届くようにさせたいと。ちょっと失敗ですね。やり直しましょう。で、こういうふうにあと、まあ、衝突させてあ、うまくいきました。これであとボールがトラックをあと沿っていくと。で、あとぶつかる断面にあと星の色が変わって、あと回転をしていきます。 またボールもこのような、あ、えと、ー、動線を残していくことができ,できて、どのような、あと、道順をたどったかっていうことを分かるようにさせることもできます。で、ここではそういう、あと、小さな、まあと、えー、ボールを作って、あと、ゲームのアングリーバーズみたいな、あ、えと、ー、形もできます。アングリーバーズというゲームを覚えてらっしゃると思いますけど、あのような、あと、ぶつけて壊すというふうな、そして、あと、線が、あ、えと、ー、 動線が分かるようにさせますあとはもう一つ、こ,っちこのようなあと画面は基本的には摩擦を控除されていなくて、あと結構本当にあと滑るような状況だったのですが、ここでは違うブロックをあといろんな形で導入して、こういうゲームをすると、ここで P ボタンを押すと、 こういうふうにあと落ちていくということもあと再現できます。目的としてはこのあとタワーをあと倒すだるま崩し的なものですけど、今申し上げたそういう摩擦がないためにあと不安定な状態が続いています。で、あとこちらの方に床をせに触ると、あとこれがあとまあ爆発してしまうと、まだまだあの不安定な状態なのであと実装はできていません。もう一つの別の事例ですが、 こちらあとビリヤードのあと画面です。で、これをあと、えー、台の上からあと見ているような状況で、まだボール、球の数も少ないですが、こういうふうにあとスプライトをあとプッシュして、えー、ビリヤードをあと模写するようなことができています。 こちらの方だと四隅、あと隅にまだあとポケットを作っていませんが、こういう風うにあとカラフルなあとボールを動かせるという状態までには来ています。このようなあとプロジェクトもあとあります。こういうものは近々とじ、えー、開始したいと思います。このようにあと行動やあといろ見せてもらうということは本当にあと面白いと思います。 一部は音声が途切れていて、あと失礼しています。いろいろこのようなあと、えー、秘訣があと隠れていて、まあ、これをあとできるだけ駆使しようにということをしています。あと表面的には簡単に見えますが、裏では結構いろいろ複雑に動いていて、動いているというのがこの後物理エンジンというものです。 実はこちらのスクラッチの中にはいろいろコードソースが入っていて、あと結構 Java をあと使っています。これもあと内側には結構いろいろ入っていて、複雑な計算をあと使っていて、あと速度や摩擦やなどのいろんなこういう力をあと導入することになっています。 でそれは別の,このシステムのと表面としてあと出せるようにしてきています。他にあと英ご質問はあとジェンガ的なものができるかどうかと。ジェンガですかこれはいいアイデアですね。 ジェンガーで本当にそういう摩擦のあとバランスが取れるようにします。今は本当にあと摩擦力がほぼないようなあと状態になっています。他にもチャットでいろんなこういうご提案をあといただいています。こういうあと方向や速度をあと設定したり、あと動力をあとえー、重力をあとマイナス重力にするなどなど、本当にいろいろ面白いアイデアがたくさん入ってきました。 マイナス重力の場合はものが上に行くということになります。このブロックのソ、えースコードで翻訳されていないと。はい。あとされていません。スクラッチ・ラブではまだと実験的な状態でまだ固めていないようなと状況ばかりです。 はい、次の質問ですが、はい、えっ、ー、と、えー、ギアシステムはどうかということです。ひょっとしたらまあやっても、やってみる価値はあ,とあると思います。こういうふうなとヒンジを取り入れるなどですね、と。そして、ここでまたゼロ重力を抜して、あと、これであと回転スピンさせるということもあと可能ではないかと思います。 スプライトがお互いにぶつかり合うということはできるかとはいできます。このような後、物理エンジンの制限の一つですが、 スクラッチとは同じような機能ではどうまくいかなくて、こちらでは歯車の歯みたいな形を表現できないかならないと。で、あと、プラットフォームをスプライトみたいな動きはできないかという質問ですが、このようなプラットフォームのあり方についてあといろいろ考えさせるようなものだと思います。スプライトが中心になってあと世界がその周りを回っているというふうな感じです。ちょっと複雑ですが。 可能になるんではないかとはと思います。実は本当にこういうふうな、あ,とまあ面白い可能性がまだまだたくさんあと隠されているというふうに思います。我々も今現在やろうとしていて、あと、えー、というものも、あとその中にあと入っていて、まあ子供たちももちろん望んでいるものですが、あと、 子供たちがやろうとしているものをできるだけ簡単に実現するように、できるようにということを、あと焦点としています。ただし、こういうものは非常にこういう、あとバランスがあと、あと繊細なもので、我々としては、なんかそういう、あと学びの機会を、あと、そごはなくしたくないということを念頭には置いています。 はい、すいません、元の言語の通訳が聞き取れないという,ふうな状況が生じてしまいました。申し訳ありません。Um、通常、はこういうい何か回転すると,あと少しずつ減速していきます。そこで摩擦をあと表現できるのかと、あと物理の世界がどういうふうに働くかということになりますが、 えー、私としてはと、まあ、プッシュの10とプッシュの xy の内容をあとから絡るとなります。ごご質問ありがとうございますコアブロックについての質問ですが、とコアブロックが動いて、あとスプライトが動くと、スプライトが特定の後方向に動くというふうになります。そういう場合、 スプライトが常に同じ方向にあと動くというふうなことになります。標準装備としてはあと右に向いています。これを回転させたい場合、別の方向にあと、えー、向きます。プッシュボタンを押す場合、そのスプライトが向いている方向の方にあと動きます。ただ、XY のボタンをあと上に行く場合があります。 あと、スプライトがどちらかに向いているという方は、あと直,直結していません。では、内容のあと把握には、ちょっとあと、少しあと調べなければならないようなものだと思います。別の方からの質問ですが、も同じ内容についてでした。このような、あと、実験状態のものを、まあと、ちら見せというのは、 本当に、あとひょっとしたら、あと明日改善が行われているのかもしれませんし、で、こちらのリンクはちょっとあと外さなければならないということになります。こちらについてあとお詫びはもう、あとうまくいってないということで、ちょっとあと取、えー、ってきます。本当にこういうところで、あとまあ、良いエネルギーが生み出されて、本当にあ当りがたい言葉をたくさんいただいています。 であとこの接続のリンケージについての質問が入ってきています。こ,このようなあとリンケージ、接続についていろいろやれることがあ,とありますこっち。片方に固定されていたあと部,分部分があって、もう一つにぶつかると,あと回るということになります。 ちょっとそういうふうなあと、はさみ、あと、てこの原理内容のもので、お互いに、あと、えー、バナで交代していれば、バナのように形に動くということになります。我々の方の、えー、自分でうの、あと、あと、スクラッチの言語で、あと、それを簡単に表現できて、簡単にわかるかどうかということになると思います。こちらの方で、あと、念入りに、あと、調べていかなければならないというふうに思っています。 できるだけあと、まあ、複雑なものを取り入れて、誰でも簡単に分かれるようにしなければならないと、こういうふうなとバランスを求めて我々も常にあと、えー、努力をしています。 こちらの方では、と初めて見てらっしゃる方がいると思いますが、パネリストの皆さんか、どなたかこちらで皆さんの後、あと経験の内容をちょっとあと共有していただければと思います。はい、今ちょっとちょうどいじくっているところです。もう少しあの歯車が回っているところを表現できそうになってきていましたが、本当にあと、ちょっとこれは難しいです。動いてはいます。あ、それはよくいいですね、と。 ちょっと共有しますが、一応たまにあとぶつかり合ったり、あとしています。おこれはなかなか,なかなかいいですね、と。でこちらはと時計回りで回転させる、あと、まあ、ブロックをと取り入れてますね、と。これはあと一応あのこのあと10時の状態になってますが、例えばですけど、ダイヤモンドのをあと使うということもあと可能ですよね。 でもあと、えー、それでもあまり変わらないと思います。いやでも面白いです。ありがとうございます。今、こちらのあと、えー、あと制限は、えー、ちょっと分かり、えー、十分にあと表現できなくて、ちょっと,あと、えー、残念なあと状態にはなりますが。 真ん中のあとスプライトが他のあとスプライトにこういうふうにあとくっついてあと回転をあとすると両方が頭一緒になってあと回転するということもできますそうしますとこういうあと小さな部品もあと動かすことができますけど結構あと抽象的なあと概念ですこういうふうな振り込みたいなあと状態をあと表現するとどちらの部分が 固定していて、どちらの方の部分が動くかというところはちょっとあと決めた上でやらなければなりません。まあ、不可能ではないですけど、ちょっとまだ難しいです。このようなあと実験は、このスクラッチコミュニティの中では、いろいろこれ以外でもやっています。他のあと物理エンジンのあと拡張機能はと入れています。 別のスクラッチャーの方でも結構面白いものを集中取り入れようとしています。基本的にはこれだと物理エンジンではいろいろ遊んでいるというふうな状況だといえます。はい、その間にちょっとチャットを見ていますが。 あとはい、この後リンクをちょっと,あとチャットに載せましたが、あと今のところはあとまだとあと共有しないようにあとお願いしたいと思います。明日はあと消えちゃいますので、あとえー、改めてあとお詫び申し上げます。今使ってみると結構そういうあと良くないあと体験になってしまうと、えー。我々もそういうスクラッチの標準にあとな,ら、えー、なってほしいと。 子供たちに使わせて、あと思い通りに行かないようなものになってしまうのは、やはりちょっと、後望ましくないということで、あと後ほど消してきます <Cool. S 1> え。残り5分です。<minutes> チャットの皆さんに、あとこちらのスクラッチラブのあと、ェイスセンシング顔認識についてのあと、 一般的なあと質問もあと受けたい。あるいはと物理エンジンについて、あるいは拡張機能についてのあと質問を受けることもできますし、もしなければあと他のものはあと紹介したいと思います。 はい、あと、こちらの拡張機能についての質問が入ってきました。あと、スクラッチ2のあと、スクラッチ X、つまり、あと、旧バージョンにあった、この拡張機能についてのあと、質問、はい、です。はい、こちらのスクラッチ X っていうのは、あと、えっ、ー、と、そのお、えー、サウンドの加工のあと、機能が以前はありました。あるいは柔軟,柔軟でして、 例えばと、反響音とか、えー、低音、高音、いくつかのそういう、えー、フィルター、残響音などもあと入ってましたが、これはあとスクラッチ3ではと採用しています。理由はいくつかありまして、結構あとスクラッチではとサウンドを使ったものがたくさんあって、あと決してあ新しいものではなかったというのがまず一つです。 もう一つは、あと、まあ、自分らでもちょっと何やろうとしていたことがよく分かっていなかったというふうな、あと事情も、あと、あります。あと、結構、あと、専門的な、あと、技術的な、あと、内容が、あと、多すぎた。私は個人的には、そういう、あと、サウンドを使った、あと、実験は大好きだったんですが、まあ、さすがにこちらだと、あと、まあ、えー、ちょっと出せないと思っていて、 将来的に、あとはこういうものを、あと、再度取り入れることはできると思います。もしよろしければ、こういうあと、プ分間時間をいただいて、そういうシンプルなこういうあとプロジェクトを少し紹介したいと思います。こちらのサイト内のアニメーテッドテキストという、あと、文章を、あと動画させ動かしているものがいくつか当たります。 初心者向けのあとプロジェクトがありますが、例えばこちらと森の中で、こういうあと字幕が動いて、あと色を変えたりして出てくるというふうなものがあります。そういうあとブロックを使って、あと文字をあと書いています。ここで例えばこういう新規のプロジェクトを開始して、猫ちゃんをここにあと出しますけど、ここであと文字を出せます。そうしたらあと、スプライトが文字になってきます。 そして、こちらの文章の内容も、あと変わっていくということができます。この2つ目のブロックは同じようなものですが、こういうふうな、あとエフェクトを入れます。例えば、虹のように、あと色が変わっていくと。あるいは、そういう自分が、とこちらで、あと入力しているように、こういう、あとタイプライティングをしながら、文字がパッ、とことこ出てくるというふうなゲームみたいな効果も出せます。そして、ズームを使えば、あと小さい文字がどんどん大きくなっていくということができます。 文字のフォントも文字の色も変えることはできます。し、あと、こちらの方のテキストボックスの内容も変えることもできます。別の、あと一つ別の事例を出してみましょう。こちらの方で、あと、ま、例えば、と、サンドイッチなどを使って、これをブロックとしてやります。そして、こういうふうな、あと物語できます。驚くことに、サンドイッチが、あと、キリンを食べてしまった。 といううなと文書ですが、こういういろんなこういうあと、可変要素をあと取り入れてやっていくと、結構いろんな形で、あとこういう言葉でも遊べるというふうなものがあります。で、こちらの最後に皆さん紹介するあと、初心者向けのプロジェクトですが、できるだけこのあと、ポイントをあと出そうということで、下の方で、小テキスト。 という、あと、え、可変要素を使って、あと、いくつか当てられたかというふうなことが、あと、できます。こういうふうな、あと、え、文字変化について、あと、いろいろ紹介しました。お時間はどうでしょうか。はい。では、と、え、こちらをもちまして終了です。本日ありがとうございました。 こういうふうな形で、あと、まあえー、このセッションをあと実現させてもらって本当に感謝してます。ありがとうございました。